韓国ではいろんなオンドグラウンドトンネルがあります。지금한국에는많은북한에서만든남침땅굴이있습니다でも韓国の重要な放送局ではそれを報道していないんですね。でも韓国에는중요방송국들은땅굴이있는것을방송을하고있지않습니다。それで私は日本にいらっしゃる重要な放送局で働いている記者たちにお願いいたしたい、お願いしたいんですけれども、일본에있는중요한방송국의기자분들에게알려드리고싶은데부탁드리고싶은데한국に北朝鮮が作ったたくさんのオンドグラウンドトンネルがあるっていうことを全世界、世界で世界に放送してくださいませんか。전세계에있는사람들에게한국의남침땅굴이얼마나많은지일본에있는기자분들이방송을해주실수있겠습니까。今韓国ではオンドグラウンドトンネルの下で北朝鮮のその人々が来て、もうタンクも行っているし、行ったり来たりしているし、いろんな音がしているよって市民たちが言っているんですけれども、それを韓国の政府が聞いてくれないんです。많은사람들이지금언덕그땅굴속으로탱크도지나가고소리가난다고신고를하는데도한국에서는정부에서는들어주고있지않습니다。実はもう韓国はそのオンドグラウンドトンネルの下から戦争がもう始めてしまいました。사실은한국의그땅굴속의전쟁이이미시작되었습니다。今理由をわからないいろんな火事も起こっているし、지금이유를알수없는많은화재들도일어나고있고요。それにとても重要な大きい会社、タイヤとかいろんなガスのコンポニーとかいろんな重要な会社も火事になって、もう今損害がすごく大きいんですね。まあ重要なタイヤ만드는회사무슨가스부탄가스회사타이어회사두개나탔고요。이유없는그화재로왜냐면그런타이어로타이어가뭐예요탱크의그바퀴그런재료가되고그러잖아요。이런것들을지금정부에서제대로수사를안하고있는데こういう重要なものを今韓国の放送局では取材をしていないんです。취재하고있지않습니다。前は韓国と日本がどんなスタイルな友達国だったのか私はよく知らないんですけれども、한국과일본이어떤친구어떤관계에서로친구나라였는지저는잘모르겠으나今日本も韓国も世界の全部の人々は一つにならないといけないと思います。지금우리는일본도한국도전세계에있는모든사람들이하나가되지않으면안된다고생각합니다。今韓国もとても危険な状態でいるんですけれども、とても危険な状態でございます。日本の力もとても必要なんですけれども、まず本当のそのオンドグラウンド上からの戦争が始まる前に、日本の放送局の記者たちが方々たちが放送してくださいませんか。지금한국에서는땅굴속의전쟁이시작됐으나땅굴위에그전쟁이시작하기전에일본에있는방송국의기자분들이땅굴이있다고알려주실수없으십니까。나제가또일도프랑스의파리에아따소노테러와소레니벨기에で会ったそのテロ、そして今のゲンジコトさんと湯川さんのこういうとても悲しいそういう事件は、ただのフランスかベルギーか日本の事件ではございません。フランスの사건도ベルギーの사건도일본의이번그겐지코토さんはご
유가와씨의그사건은단지이분들의사건이아닙니다그리고同じように今韓国でオンドグラウンドトーンの下で今北朝鮮が今攻撃もしているんですけれどもそれがですねあの韓国の政府はあの政府はそれを認めていないんです。なぜかっていうと今韓国はそのスパイとか北朝鮮に心を上げた人が 45% ぐらいいます。지금한국에서는땅굴속에서공격을하고있는데도한국정부가그것을인정하지않고있습니다왜냐면한국에는북한스파이나북한을따르고있는종북들이약 45% 나있습니다彼女はイエス様に関して聖書に関してメッセージをこうする人なのになんでこういうの言うのって思うかもしれないんですね。여러분들이거보시면서저여자는예수님이나예수님에대한메시지나성경에관해서만 이야기하지왜이런이야기를하지라고의아해하시는분들이있을지모르겠습니다크리스찬っていうのは예수を信じるっていうことは今日2回もあの打って差し上げた打ったのようにイエスの愛の中で友達のために命を捨てることをそれが生まれ変わることまた生まれることだと思うからです。왜냐면오늘두번이나불러드렸던노래의내용처럼예수의사랑안에서친구를위해서목숨을바칠수있는그것이바로새로태어난다라는것이라고저는생각하기때문입니다それでは今日のメッセージはここで終わらせていただきたいと思います。じゃあ그럼오늘메시지는여기에서이렇게줄이겠습니다사랑